パピプペピグモンプップップどうもピグモンですと、あ、ユーチューバーです。北村大輝です。はい、ということでですね、今日は北村大輝くんと、うん、歌ってみたをやろうということになったので歌いまーす。本当にね、普段からプライベートから仲良くしてる大輝とこうやって歌を歌えて嬉しいです。最後までよかったら聞いていってください。それでは聞いてください、うろこ。がかった君の目に映り込んだ僕は魚、いろんな言い訳で聞かさって仕方ないと笑っていた。傷つくよりはまだその方がいいように思えて、夏の風がどこか遠くへと奪ってゆく、言い出せずにいた想いをねえ届けなくちゃ、君を失いたくないんだ。君伝えきれてないのに、夏の風に君を呼ぶ乾いた声、消されぬように溢れそうなこの想いを、もうちぎれそうな叫んでみるんだ。おー、君に今伝えたくて歌ってるよ。たとえどんな明日がほら待っていても、たとえ